久保さん。いや、間違いという正解、素晴らしいじゃないですか。間違いという正解。なかなかこれいい、あれですね。まあ確かに僕たちは、間違いに向かって言ってるのかもしれないですね。まあ僕はね、これ、億万長者合宿でも何度か多分言ってると思うんですけど、ドラえもんの話ですね。のび太くん、のび太くんの質問にしましょうか。 そ未来人にね、未来人がなんかのドラえもんの映画だったと思うんですけど、未来からね、来た人がいて、その未来の人はね、なんかちっちゃい宇宙船に乗ってんですよ。小型宇宙船。で、歩くのも、その宇宙船に乗って移動するんですよね。で、のび太くんがふと気づくんですよね。君、なんで歩かないのみたいな。なんで毎回宇宙船に乗ってんのみたいな。未来人は言うわけですよ。 いや未来の人は、こういうのができて、あのー、歩かなくなっちゃって,て、退化しちゃったんだよと。だから歩けなくなったんだよと。だから僕たちは移動するのに、この、えー、飛行船に乗らないと移動できないんだよと。のび太くんが言うわけですよ。いやー、便利も何なんだろうね、みたいな <laughs>。でもまさにその通りかなと思うんですよね。どんどん便利になればなるほど、 それは間違いなのかもしれないですよね。うん。だからやっぱね、久保さんの言うとおり、まあ、えー、これから情報たくさん出てくると思いますし、えー、いろんな文明テクノロジーは発達していくと思うんですけど、やっぱその自ら考える、内から出る感情、内から出る思考、これを、うん、はコアでもっとかないと、うん、まあ、対していくのかなと思いますね。うーん。 だからここ、今の時代に一番大事なことっていうのは、すぐ動くことなんですよ。すぐ動くこと。もうこれしかないです。すぐ動くこと。すぐ動くっていう。うん。あの、これを怠ると、結局その、あの、例えばね、多分、久保さんの動画見てる方もそうだと思うんですけど、ただね、ずっとぼーっと久保さんの動画見てね、なんかいいこと言ってんな、みたいな。 もう、もう,もう脳、脳がね、麻痺するというか、まあ、洗脳ですよね。そう。だから、常にこの、この循環するということが大事ですね。循環。うん。だから、まあ、食べたら、あの、しょんべん出る。食べたら、まあ、クソ出すとかね。えー、暑かったら汗出すとかね。まあ、循環なんですよ。空気,にす空気吸って吐く。 こう空気吸って吐かなかったら生きていけないですよ。空気も大事だけど吐くことも大事ですからね。どうでしょうか。空気吸います。止めます。え、これで生きていけます無理なんですよ。なんで、吸ったら吐く。入れたら出す。すぐ行動する。いいなと思ったらすぐ行動する。これをやらないと本当に退化します。ね。足があるのに歩かないっていうね。足を一歩出せと。手を使えと。 いいうことでございますね脳を使えと。で人間が一番その優れてるものは何かっていうと結局 AI を作ったのも人間なわけですよ。わかりますつまり人間っていうのは何かを想像できるわけです。だけど今後その AI の頭脳の方がねどんどん発達して人間を超えていくでしょう。まあもう超えてる部分はあると思いますけど。でじゃあ全部開発とかもね今後 AI が開発していくとかなっていくと。 もう、ね、人間の脳も大化していくと思うんですよね。だって AI に考えさせればいいわけじゃないですか。<laughs> ね。難しい研究とか。もうそっちの方がね、100年かかる研究も AI だったらね、3年でできるかもしれないですよね。昔スーパーコンピューターみたいなね。あのー、なんか、なんか、あ、そうです、電卓だ。電卓を計算するのにこんなでかかったですけど、ね。今ね、もうなんだ。 この,こので電卓って iPhone ですよね iPhone に電卓あるじゃないですかでも昔はこんなんだったんですよねでこんなでかい電卓の、ね、計算をするこんな超でかいパソコンを今ポケットに入るようになってるんですよねでもこれ作ったのも人間なんですよすごくないですかだけど今後どうなるんでしょうかね、はい、だから今これから大事なことはすぐ動くってことですね いってらっしゃい。